顔の歪みのチェック方法です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今回お伝えするのは顔の歪みのチェック方法ですけれども、解剖学的に正しいチェックの場所、そして体の姿勢で歪むエリア、顔の噛み癖、表情で歪むエリアというのが別々にありますので、そのエリアを正確に分かることでメンテナンス、自分でのケアを正確にできるようになりますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずチェックポイントですけれども、眉毛とか鼻というのはね、鼻が、小鼻ですね、このいろいろパーツがあるんです。目印になるところはあるんですけれども、まずね、顔の真ん中を決めたいところなんですけども、先にこの横のラインをチェックしてください。チェックする場所は目頭の高さ、そして頬骨の高さでチェックしてください。ここで次にチェックするのは顔の真ん中のラインですね。そのチェックする場所は眉間です。眉間、そしてちょうど鼻の真ん中、これはね、小鼻が出ないところで動かないところですね、を念にしてください。でもう一つ、この鼻の下です。このね、溝があるけど、この真ん中あたりです。これを縦のラインにしてください。でこれで 1,2,3,4,5,6,6 つのエリアになります。これを分けて一つ一つ考えていってほしいです。でまず当然左右の高さというのがね、当然あります。で動くのは眉毛とか目尻とかね、いうのが上がり下がりします。で今度はまぶた自体はパーツで垂れますからね、ちょっと見方が違います。全体像をまず見てください。でこの頬骨なんですけど、頬骨は左右の高さの違いを感じやすいんですけど、実際多いのはこの頬骨の高さですね。山としたらこの山が高いか低いか、大きいかちっちゃいかという判断になります。これはもう噛み癖であったりとか笑い方ですねの癖が影響します。でこのほうれい線も左右差がありますね。笑ったり、片方でこう笑う人は片方が、長く太くなります。ですからこの今チェックしたこの6つのエリアでどっちが引きつってるか落ちてるかという問題があるんですけど、ここが引きつってることは体全体が歪んでると思ってください。こうなるから上がるんですね。ですからここだけが上がれなくて、若干ここも上がってるはずです。で鼻の歪みですけども、鼻の歪みもここの大きい小さいで左右差が出ますけれども、これインクです。左右差が出ますけれども、ここは引っ張られると小鼻だけが動きます。若干鼻も動きますけど、小鼻がちっちゃくなっている人の方が圧倒的に多いです。でこうね、噛み癖で歪みますけれども、まずこの小鼻ですね、鼻というのはこの尾骨があるんで、ここまでが鼻です。これは軟骨ですが動くんでね、鼻の歪みっていうのはこういう歪みはありますよ。これは取れやすいです。でこれごと歪んでる場合が問題なんですね。鼻自体がこうね、そういう時はやはり姿勢の問題があります。でさっきも言いましたけども、ほうれい線とかこういうね歪みっていうのは表情で変わります。ですからこれをエリアで分けると、姿勢の影響があるのはこのエリアです。このエリア、T ラインですかね、T ゾーンというのがよく聞きますけども、ここは姿勢の影響が圧倒的に多いです。であとは、ここですね。このエリアは顔の癖とか、噛み癖の影響が大きいです。だから、ここのラインとここのエリアでは、歪みがあっても意味が違ってきます。ですから対処法が変わってくるということです。だからマッサージで、とりあえず全体的に一時的に変化することはできますけれども、それを長続きしようと思ったら姿勢からやらないあかんとか、ここはマッサージだけでいいとか、そういうことが変わってきますのでね、こういうところをねしっかり抑えてケアをやっていただくと、より効果が長続きすると思いますのでね、ぜひ毎日のメンテナンスに取り入れてほしいと思います。この動画の内容があなたのお役に立つと思ったら、こちらからチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。またリクエストやコメントもお待ちしております。また次回お会いいたしましょう。